の今日ご一緒していただいている方の愛車チェックをさせていただきたいと思います。じゃあお疲れ様でございます。カリマスさんはロードバイク歴はちなみに何年ぐらいでしょうか？ロードは、うん、多分10年11年ぐらいですかね。ああ、10年以上で、その前もクロスバイク、クロスバイクもしていらっしゃってと、はい、まあ、3、4年ぐらいですかね。ああ、していらっしゃってということですね、はい、バイクがジャイアントということで、はい、あんまり、ね、寄ると汚い、はい、いやいやいや、そんなことないですよ。これはまあ当時よくあったあのハイブリッドですかね。あ、ハイブリッド TCR は今もね、はい、あるやつですけど、はい、こっからこの辺までがアルミなんですか？ダウンチューブがアルミで、あ、それ以外はカーボンと、はい、10年ものぐらいのバイクの感じでございますか？はい、買った時についてたコンポは一切残ってません。そうなんですね、はい、あ、じゃあ全部変えて変えてと、そうですね、ああいうところなんですね、はい、これちょっと目を張るのがこのキャットアイでかいですね、これ、これはもうあの年の拳ぐらいの感じの、はい、ボンが多いんで、あ、明るさと、なるほど、あとコスパですね。ああ、と割とじゃあ長時間持つ感じ、まあまあそうですね、でいらっしゃると、はい、まあ、シフターはもともと105なんですよ。あ、そうなんですね、はい、こっちはちょっとあのダメになったんで、ちょっと中古でフロントのほうほうほう、あ、変えられたんですよ。変えてます。こっからなんかこう出てるのってなんか、はい、これ昔の、ね、初めて見るなんですけど、昔のように、あ、ここからこんな感じでいらっしゃってと、はあ、そういう感じなんですね、はい、それからリムのブレーキがついていらっしゃってと、はい、タイヤはなんかこだわりのあるタイヤでしょうか？ブリヂストン、うん、ロングなんで、うん、ええ、あの耐久性重視で、耐久性重視で、エクステンザのこれロングライド向きの、エクステンザ、ロングライド向きのやつを使っていらっしゃって、ダブル RR2 ですね。はあ、なるほど、そういうランクのやつと。これ結構、はいはい、もう長いこと使ってます。あ、じゃあパンクもしにくくてという感じですか？そうですね、パンクしたあれはないですね。あ、それからフルクラムのホイールが入っていらっしゃるというところですね、はい、ギアはこれは1230なんですね。12-30と、はい、で前の方は50が入ってて、はい、34ということですね。前はもうショートケージやったんで、うんうん、はいはい、あ、ここもじゃあ変えていらっしゃってと、27までしか つけられなかったんですけど、あ、そうなんですね、無理やり28つけてずっとなってたんです。あ、これディレイラーというやつでしたっけ、はい、ディアディレイラー、いや、ディレイラー、あ、そうですか、そうですか、最近いろいろちょっと用語を覚えておりますすいません、まだ分かっておりません、はい、長くしたら34までいって、あ、ここを長くしたらここが30、まだ4とかまでグレードもいけるというところですか？そうですね、はい、ただもう大きくしたら戻れないんで。そうですか、30で頑張る、今のところは頑張ろうかな。そうですか、34いいですよ、34はあのそのうちになってると思います。34はいいですよ、楽ですよ頑張ってそうですね、そうですね。あ、サドルも結構年季が入っていらっしゃる感じですかね？あ、そうですね、僕の SMP がもうピタッとくる感じですか？これちゃんと合わせたらもう、ほうほう、あのいいです。ああ、いいですか。はその代わりね、ほうほう、ちゃんと合えへんかったらあのよく言いますけど地獄のサドルですけど。ああ、そうなんですね、はピタッと今合ってらっしゃってと。そうですね、はいうことですね、はい、一番気に入ってらっしゃるところはどの辺でございましょうね？もう僕このフレームのデザインはもうすごいはめっちゃ気に入ってるんで、フレームが持つ限りは乗り続けたら。はー、白と黒でね、はい、シンプルで統一されてて、というところですよね。はー、まだじゃあ10年ですけど、もうちょっと乗り継いでいこうかなと。そうですね、はー、ほんまにやばいなっていうなるまで、フレームが使えるまでは使っていこうと、はい、いうことでございます、はい、大切に乗っていらっしゃる愛車の1台でございました。カメさんどうもありがとうございました。すみません、ありがとうございました。ここは稲川をまたぐ阪神高速の大きな橋がね、ある素晴らしい場所でございますが、それをバックに素晴らしい自転車のご紹介をしていただけたらと思います。ニベロに続いて2台目の愛車ご紹介ということで、バプさんで、はい、よろしかったですよね。アルゴンというメーカーで、アルゴンの中で一番安いグレードで、それもヤフオクで買って、ほうほう、あとパーツを神崎で組んでもらう。ああ、そうなんですね。あ、まあまあいいけど、いわゆるバラカンという感じでいらっしゃるというところですね、はい、大きなスマホをつけていらっしゃって見やすそうですね、はい、これトピークのやつですね、はい、あ、結構アルミ製で頑丈な
感じですね。レザーインのサイコンがついてらっしゃって、キャットアイのライトがついていらっしゃる。逆さまにつけるタイプ。あ、そうなんですね。ここちょっと変えたんですね。あ、そうなんですか。キャットアイのやつは樹脂が柔らかくてやっぱり外れやすいんで、ほう、違うの無理やり固定してつけたんです。うまくいってらっしゃる感じですか。はい、それから、リムブレーキがついていらっしゃって、ホイールはどちらのやつですか。シマノの。あ、シマノになられるんですね。はい、ステッカー、作られたやつですね。はい、パンプさんいろいろこう作られる感じですのでね。タイヤがパナレーサーの、タイパンク性が強いタイヤ。あ、割とじゃあロングでもいける感じのやつなんですね。はい、まあ、重たいですけどパンクしないと。ああ、パンクしないのがやっぱりね、ロング走るときはいいですもんね。105が入っていらっしゃって、50の34が前の方で、30か32が入っていらっしゃる。けど、どこでしょう、ちっちゃめ30かもしれないですね。わからないですけどね。これが、オールドリーブの防水バッグ。旧型の方がいいですね。いろいろ見るとやっぱり。あ、そうなんですか。持ってるんですけど。ほー、これは新型で。しか入らないです。あ、ちょっと少なめになってしまったというところですね。はい、そして、これが走ってるとき可愛かったですね。はい、パラパラーとか回る感じですね。ハロブワンが乗ってた、まあ、ハロットをイメージして、そういうやつをイメージしていらっしゃると。これちょっと加速できるんで。ほう、加速、これつけると 10% ぐらい、 10% 加速できるようですよ。注目ですね、皆さん。省エネです。富士ヒル出る方はちょっとつけられたらどうでしょう。はい、あ、でこれちょっとね、あの視認性がいいですね、はい、後ろのね。これは何ですか。これは後ろのドライブレコーダーです。後ろのドライブレコーダーですか。はい、自転車やっぱ後ろからやられるのが多いんで。はあ、はあ、これドライブレコーダーですか。はい、ここもあれですね、バッグが便利そうですね。これね、Bluetooth のスピーカーが。ちょっと持たせてもらってもよろしゅうございますか。まあまあまあですね、これね、 150g ぐらいありそうな感じですね。SPD ペダル、これ両面はどうですか。やりやすいです。やりやすいですか。はい、ちょっと私片っぽだけでやってるんですけどね、どうもちょっとあのタイミングがね、うまくいかない時がありますけど。はい、軽いのはこっちですね、やっぱり。こっち、あ、私の方が軽いんですか。軽くって見栄えもいいですね。あ、そうなんですか。見栄えは悪くて重たいけどつけやすい。なんかちっちゃくてかっこいい感じしますけどね。こいつもなんかここだと思ってあのかけようとしたらこっちでかからないみたいなことがね、結構あったりするんですけどね。だいたい おいくら万円ぐらいの感じでございましょうか。25から30。ああ、そうなんですね。一番気に入ってるところはどの辺でしょうね。そうですね、うんうん、マッハロットがついてマッハッタリミラーがあって、ああ、この後ろからが一番お気に入りでいらっしゃると。よくいろいろアイテム買えるんで。あ、そうなんですね。これがなんかあの目と口になってて、なんとなくね、愛らしい感じでございます。はい、そうしましたら素敵な愛車のご紹介、誠にありがとうございました。